got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep. こんにちは、イズレイです。はい、ということで今日はね、早速もう話題に入りたいと思います。もうね、もうこれ発表しちゃってもいいじゃろうということで、ZX4R ね、僕乗り換えることに決めました。で、まあ、ちょっとまだ納車がね、まだはっきり分かんないんですけども、まあ何にせよ僕にできることっていうか、まあ絶対出したいなと思った動画がありまして、それが 25R との違いですよね。 ZX25R との違い、僕自身もものすごく気になってることだし、世の ZX25R 乗りの皆さんはやっぱ気になってると思うんですよ。買うのはなーって、だけどどこがどう違うのか気になるみたいなのは絶対あると思うので、まあちょっとそういう動画をね、出したいなとはね、もう、ずっと思ってます。で、僕自身が気になってる項目っていうのもいくつもあるんですけども、どうせなら動画でね、ちょっと募集してみようかなと。ここを教えてくださいみたいな、どうですか、ここの違いはどうですかみたいなのを動画にしてお答えしようかななんて思ってます。ですので、まあ、それはね、ちょっと事前に知っとかないといけないということで、ちょっとね、急遽そういう風に動画を回しました。ということで、皆さん ZX25R 乗りの皆様、もしくは ZX25R 乗りじゃなくても 4R のここはどうですかって気になってるところあったら、コメントでバッと変えてください。例えば ZX25R 乗りです、トルクの面はどうですかとか、トルクはどれぐらい違いますかとか、まあ、数字で、ね、出てるものなので、どれくらいって言われても体感でしかお伝えできないと思うんですけども、具体的にはね、その何回転からグワッていきますよみたいな、そういうことは言えるかもしれないけど、ね、まあ、そういう抽象的なものになるかもしれませんが、そういうものだったり、車体の重さ、購入予定の ZX4R SE は190キロです。 4RR が189キロかな、なので、まあ、6キロから7キロぐらいの違いと、体感どれぐらい重いですかとか、重さを感じますかとか、ね、そういう乗らないとわからない、乗ってる人にしかわからないようなことなんかをね、違いを、お答えしていけたらなと思います。実際ね、気になってると思うんですよ、 25R 乗りの。僕の周りのね、 ZX25R 乗りの人たちもすごい気にはなってます。で、実際買うっていう人もいます。だけど乗り換えてなくて増車の人もいますし、気にはなるけど買いたいとまでは思わないっていう方もね、やっぱりいらっしゃいます。25R が楽しいんでね、楽しさで言ったらね、おそらく僕は 25R の方が上だと思ってるんですよ。 4R よりも純粋に行動っていうか、まあいろんなとこ走って、楽しむってなると、やっぱ 25R のね、楽しさにはね、かなわないんじゃないかなって、まあ今は思ってます。今はっていうか今も思ってます。実際 4R も楽しいと思うんですけど、やっぱり扱いにちょっと気を使わないといけないバイクだと思います。パワーがあるんでね、ちょっとね、そういうところも見たいなと思ってます。はい、まあ、とにかく比べてほしいところとか、比較してほしいところね、まあいろいろあると思いますよ、それぞれ。その中から僕が少し厳選して、まあ、全部ね、答えてたら多分すごい数になるんで、まあ、厳選して僕の気になってるところと、ね、重なっている部分とかも含めて、そういうのも全部ちょっと厳選して動画にして、違いというのを出そうかなと思ってますので、ぜひとも気になるところをコメントでいただけたら、ね、嬉しいです。はい、ということで以上、みそねぎでした。乗り換え楽しみですね。納車いつなんだろうな。早く動いてたんでね、早いと思いますけどね。だけど、まあ、どうなるかですよね。何があるか分かりません、この世界。ね、急遽で用意してたパーツが不具合があって、納車が1ヶ月遅れましたとかね、普通にありますからね。分かりませんよ、こればっかりは。ね、まあ、楽しみにしたいと思います。楽しみにしたいと同時にね、このハンター株をぶっ倒したあのクソ親父にね、ほんとイライラしながら毎日過ごしてますけどもそちらもね、続報がありましたらお伝えしますので、ぜひともコメントよろしくお願いします、ね、頑張って動画作りますんで。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。